ベニート・パブロフ・フアレス・ガルシアは、メキシコの政治家。先住民族から選出された初のメキシコの大統領である。保守派と自由主義派による内戦における自由主義派の指導者である。1858年に保守派に対抗する臨時政府大統領に就任。レフォルマ戦争で自由主義派が勝利を収めた1861年、選挙によって大統領に選出されるが、 在任中にフランスの介入を受ける。フアレスはフランスと傀来政権メキシコ帝国に対する徹底抗戦を貫き、フランスの撤退後に共和制の復活を達成。1867年に大統領に再選された。自由主義的改革を推進するが在任中に死去。フアレスは最も偉大で敬愛される。 メキシコの指導者であり、建国の父と称えられている。二重ペソ紙幣に肖像が使用されている。ベニート・フアレスは、オアハカ州サン・パブロ・ゲラタオで生まれた。サポテク・インディヘナである彼の両親は、農夫で、彼が4歳の誕生日の前に亡くなり、彼は12歳までトウモロコシ畑の見張り番として、働いた。 高学心を持ったフアレスは1818 18年12月17日、より良い生活を見つけるためオアハカへ向かった。当時彼は教育を受けておらず、スペイン語は話せなかった。オアハカで彼は過牧の職に就き、熱心に勉強した。フランシスコ会史のアントニオ・サラヌエバは、フアレスの熱心さと知性に感動し、彼が神学校で学べるように支援した。 フアレスは、神学校で勉強したが、装飾ではなく、法律を学ぶことを決心にした。1827年に神学校を卒業し、次に法律を学んだ。フアレスは1834年に弁護士となり、1842年には、裁判官になった。 さらに1847年から1853年まで、オアハカ州の知事を務めたが、アントニオ・ロペス・デ・サンターナの腐敗に反対したため逮捕、投獄された。釈放後アメリカ合衆国に亡命し、ルイジアナ州ニューオーリンズの葉巻工場で働いた。1855年に、メキシコに帰国したフアレスは、反政府の自由党軍、リベラーレスに参加した。10月に、 フアン・アルバレスが大統領に就任、フアレスは法務大臣に任命される。フアレスは軍人や僧侶の特権廃止法案を提出するが、保守層の反発にあい、ローマ教皇ピウス9世に破門される。アルバレスが辞任し、イグナシオ・コモンフォルト大統領が就任するが1857年に保守党支持のコンサーバドアーズが武力放棄し内戦が勃発した。 コモンフォルトとフアレスは逮捕されるが、コモンフォルトはアメリカに亡命する。フェリックス・マリア・スロアガが大統領就任を宣言し、改革派はグアナフワト州で臨時政府を樹立。フアレスが大統領に選出される。翌年5月にグアナフワトは陥落し、フアレスはアメリカ合衆国に亡命して臨時政府の樹立を宣言する。1860年。 アメリカ合衆国の支援を受けフアレスはベラクルスに上陸翌1861年1月11日にメキシコシティに入り3月の大統領選で大統領に選ばれ4年の期間を務めた1861年10月にロンドンにおいてメキシコの主要再建国であるイギリス、スペイン、フランスが会議を行いメキシコへの武力干渉を決定する フランスはナポレオン三世の海儡政権を設立する計画のもとに1862年にメキシコに侵入した。イギリス、スペインはフアレスの債務返済に関する提案を了承し撤退を始めるがフランスはそのまま干渉を続け翌1863年の6月にメキシコシティを占領した。フアレスは北部チワワ州のパソデルのルテで 抵抗活動を続ける。ナポレオン三世の要請で、ハプスブルク家のフェルディナント・ヨーゼフ・マクシミリアン大公が1864年4月10日に、マクシミリアン一世として、メキシコ帝国の皇帝に即位した。マクシミリアン一世と妻のシャルロッテは6月12日に、メキシコシティに入り、フアレスに恩赦と、首相就任を提示したが、フアレスは、 丁へと、傀来政権を拒絶し、アメリカ合衆国の援助の下で、徹底抗戦した。1867年3月にフランスは、メキシコ撤退を完了し、5月に、マクシミリアン一世は逮捕され、6月19日に、銃殺された。フアレスは1867年7月15日に、共和制の復活を宣言し、12月に行われた、選挙では、 ポルフィリオ・ディアスを破り大統領に再選された。ベニート・フアレスは、進歩的なレフォルマであり、民主主義と、先住インディオへの平等な権利を導入し、ローマ・カトリック教会の政治への影響力を、減少させた。彼は、メキシコシティのナショナル・パレスで執務中に、心臓発作で死去した。ベニート・フアレスの墓彼の言葉、他者の権利の尊重こそが平和である。 エルレスペートアルデレーチョアヘノエス・ラパスはメキシコで長く語り継がれている。それはオアハカ周期に記入されている。フアレスの誕生日3月21日はメキシコの祝日となっている。また、20ペソ紙幣に肖像が描かれている。ベニート・ムッソリーニは社会主義者である父親によってフアレスにちなんで命名された。 フアレスの名は現在メキシコにおいて様々な場所に残されている。ありがとうございます。